エンジョイバンガロー TV。 ゴーバンガー。さあ今週も始まりました、エンジョイバンガロー TV。 マッフィーこと MC のマフィアカジタです。そしてはい、カードファイトバンガードディバインズ明道明菜役のトッシーこと宮田トシヤです。よろしくお願いします。そしてこの番組を一緒にエンジョイしてくれるバンガローキッズたちも自己紹介をよろしく。地主ちいろです。最近楽しかったことはこの前のバーベキューがすごい楽しかった。それも楽しかった。また行きたいよな。みんなですごい仲良くできたりして、謎に褒められたりもして。マジですか、大活躍だったぞ。英雄です。続いては、はい、田中春樹です。最近の、嬉しかったことはバスケットボールでなんかあの遠くから投げたら入ったこと。おー、大したもんだね。じゃあ続いては、バンガキッズのカノンです。最近大笑いしたことはマッフィーの YouTube を見た時です。今日も嬉しい、マッフィーの面白いよね。はい、面白い。いやいや、嬉しいこと言ってくれるじゃないの。はい、じゃあ続いては、柴崎郁也です。僕が最近嬉しかったことは縄跳びでハヤブサを30回以上跳んだことです。ハヤブサって何？あや跳びを二重跳びで、クールなやつか。すごいね。すごい、連続？連続です。すげー、すごい。最後は水木るいです。最近嬉しかったことはずっと描き続けてた漫画がやっと完成したことです。読みたい。描き上げたの？読みたい。読みたい。少女漫画？いや、少女漫画です。いいね、甘酸っぱいね。胸キュンする。おー、俺らでボイスコミック化するから。みんなでやりたいですね。はい、ありがとう。ということでね、今回でもう7回目だ、7回。もう早そう、早いな。トシ、ここまでやってきてどうだった？いや、なんかもう本当楽しいっすよね。なんか半分遊びに来てるぐらいの感覚になってるというか、なんかそれぞれの個性がすごく際立ってきたなっていうのも見えてきたね。思いましたね。それじゃあ今日もトッシーのタイトルコールからいこうか。はい、エンジョイバンガロー TV。 スタンドアップバンガロー。カードファイトバンガード。バンガードを始めるならクイックスタートデッキ。超簡単にルールを覚えてみんなで一緒に遊ぼうぜ。クイックスタートデッキ全6種ブシロード。シャドーバースエボルブ。エボルブでもバンガードファイト。白熱の戦いはここからさらに加速する。君たちはどう戦う？バンガードコラボ。バンガローキッズたちの得意なことでトッシーとファイトするキッズフィーチャー会。前回はハルキがチャンバラ風船割り対決でトッシーに見事勝利。このままの勢いでキッズチームは連勝となるのか。そして今回フィーチャーされるキッズは、いくや。おお、いくや。いくや。うん、まずい。これはまずい。このメンバーの中で一番体力あるんですよ。よく動くよな。カメラ回ってないところも基本的に走ってたりするから。本当だよ。あ、イクヤの体力だけはついていけないと思ってるんですよね。忍者かこいつって思う。じゃあね、ご褒美ちょっと聞いていきたいんだけれども、イクヤ、何が欲しい？みんなで遊べるところに行ってみたいです。遊べるところ。遊べるところ。例えばどんな遊びがしたいの？ドッジボールとか。なんかドッジボールやりたい。おじさんたちちょっときついな。突き指したら終わりですからね。とりあえずなんかみんなで遊べる系。アスレチックとかも。アスレチックとかも。じゃあトッシーはどうだい？イクヤと対戦するってことは相当体力使うと思うので、マッサージ行きたいっすね。はい、疲れ果ててるじゃん。お父さんじゃないかよ。もう子供の相手で疲れ果ててマッサージ行くお父さんだから。じゃあそんなご褒美に夢を馳せながら、これからファイトしてもらうのは02回でブラグドマイヤーの縄跳びなどなど対決。縄跳びえぐいて。
そういうことなのか。ルールはですね、これからトッシーとイクヤの2人には謎々の問題を出題します。謎々、はい、答えが分かったら縄跳びで二重跳びを5回飛んでから回答する。二重跳びできるかな。もう本当に多分25年ぐらいやってないかもしれない。だろうね。二重跳び。まあ残念ながらね、これ早押しボタンの代わりだから飛べなきゃそもそも答えられない。なるほど、うん、そしてね、今回は一人につき持ちポイント3、1問正解につき相手からポイント1をダッシュできます。わかりました。先に相手のポイントをゼロにした方が勝利。そして今回もキッズたちには特別ルール。イクヤは答えがわからなかった時、もう一つの特技であるけん玉で技を披露すれば、味方を召喚するスキル、ディバインスキルを発動して他のキッズたちと相談することができるぞ。イクヤの特技、縄跳びとけん玉を使ったファイトってことで、自信はどうだイクヤ？あんまりないです。どうした？縄跳びは得意なんですけど、なぞなぞあんまりパッて思いつかない方なんです。トッシーは縄跳び苦手。縄跳び苦手。逆だね。逆だね。これって何回でもできるの？5回飛んで答えられるから何回でもできるね。5回そのために飛ばなきゃダメだけど、間違えてる限りは。ことは本当に間違えられない戦いですね、これ、うん、知力のトッシー、そしてフィジカルのイクヤ、このバランスの対決になるかな。トッシー VS イクヤ、ゼロに変え、ブラグドマイヤーの縄跳びなぞなぞ対決。最初の問題はこちらだ。黄色いものに包まれた椅子ってどんな食べ物？分かったら飛び始めて。黄色いものに包まれた椅子、黄色いものに包まれた椅子、どんな食べ物かな。黄色いものに包まれた椅子、なんだ椅子、みんなも分からない。こういう形分からないみたいだし、分かる人いる？多分分かる。じゃあちょっと行ってみようか。1、2、3、4、5。おーおーおー、 OK、 いいだ。トシまだ分かってないからね。もう分かんない。おお、あ、失敗したからもう一回やり直した。おお、いいんじゃないか。見事だね。大丈夫だね。おー、ナイス。あと20分、あと20分。おいおい、トシやばいよ。さあ、コールだ。バナナ。バナナ。バナナ、なんで？バナナは不正解。どこでバナナって思ったの？だって黄色いものに包まれてて椅子みたいだから。あー、なるほど、想像力豊かだね。でもこれは椅子みたいじゃなくて椅子って断言しちゃってんだよ。黄色いものに包まれた椅子がどんな食べ物なのか、どうやらね、分かったらしいから、いくや、コールしたらいいんじゃないかな。コールコール、マジで分かんない。いいのか？トシ全然動いてないぞ。本当に分かんないですよ、その謎が。これ決まっちゃうの？これ分かっちゃったかもしれない。分かっちゃった？自分で答えてもいいよ。じゃあオムライス。正解。だって俺らもそう思ってた。俺らもそう思ってたわね。すげえ。オムライスね。オムライスね。そうだね。俺らがオムライスと縁が遠くなっちゃったんだね。確かに全然食べないですね。はい、1回戦で見事イクヤの勝利。イエーイ、やるね。まあまあ、ハンディキャップはこんなもんでいいでしょう。よし、ハンディキャップ。全く動くことができなかったトッシー、ポイントが2に減ってしまったぞ。次は縄跳びできるかな。問題はこちら。飲んだら怒られちゃう飲み物ってなんだ。はいはいはい、お、2、3、1、いくよ。コーラ。正解。これはダメだ。だって同じタイミングで二重跳び始めたよね。うん、5回やった。これはすごいね。いや、本当に5回やった？やった。やってた。これはね、やってた。トシが勝つにはイクヤが分からない問題を先に分かるしかないんだ。確かに。早くも残りポイント1のトッシー、次も答えられなかったらゼロになり、ファイト終了だ。さあ、3回戦目の問題はこちら。トラが9匹乗っている乗り物ってなんだ。え、おお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 お
え？はい。何？トラック。正解。イエーイ。トラックトラックって分かった。あ、終わった。トラック。トラック。どうし。どうし。すいません。脳みそで子供に乾杯。トラックのトラック。キューでトラック。もう終わっちゃったの。なんてこった。クソなんでこれないんだ。全然出てこない。トシ、大丈夫。泣きの1回行こう。4回戦目、行こう。1回お願いします。じゃあいいですよ。さすがにこれはこのままじゃ終われないわな。終わる。全く見せ場がなかったトシ、このままでは終われないので勝敗はついているが、もう一問。何にもしなくても出来上がっちゃうケーキってどんなケーキ？何にもしなくてもでき、あばい、あと4回目。おい、トシ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 、今チャンスだぞ。はいはいはい、いくや。ショートケーキ。不正解。さあトシ答えてみろ。2、3、4、5。よっしゃ、ようやく解答権ゲット。ようやく解答権ゲットだ。よし、決めろ。ここで決めろ。何にもしなくても出来上がっちゃうケーキ。そう、何にもしなくても。何にもしなくても。まさか考えてなかった。チーズケーキ。当然違う。だよね、だよね。そんなわけがないだろう。俺ら2、3、4。オーケー。誕生日ケーキ。違うでしょ。お前自信満々で、そんなお前謎だと絶対ありえない答え。わからないかな。ケーキ。ヒントはほっとけ。ほっとけ。2、3、4。いくやか、いくやか、いくやだ、いくや。答えはなんだ。ホットケーキ。正解。そういうことだ。お前めちゃめちゃ煽りエモートするじゃないか。トッシー全敗、イクヤ全勝でございます。結局トッシーは1問も答えられず、この勝負はイクヤの勝利。続いてのファイトの代表者はルイです。おー、さあルイ、バンガレよ。バンガレ、頑張ります。バンガレ。ちなみにルイはこのファイトで勝ったらどんなご褒美が欲しいかな？このメンバーで イベントを開いて、たくさんの人にバンガードを知ってもらったり好きになったりしてもらいたいです。おお。なんだと？すごい。自分で思いついたのか？はい。すごい。いい子だ。泣けるぜ。こんなにいい子に育つとはな。本当に。そんなご褒美をかけてこれからファイトしてもらうのが、バンカー懸案クリス・レインのお絵描き対決。ルールを説明しましょう。これからトッシーとルイの2人にお絵描きのお題を出題します。それを1分、つまり60秒間で書いてもらい、どちらがよりお題に近かったかを俺、マッフィーが判定します。わかりました。マッフィーということで、今回はルイの得意なお絵描きでのファイトなんだけれども、君のフィールドだけど、もちろん自信はあるよね。はい、あります。トシ、はい、君は絵の連載を持ってるよね。そうなんですよ、絵の連載やってるんですよ、ウェブサイトで。仕事を持ってるよね。仕事を持ってるんですよね。負けられないっすね。トッシー VS ルイ、バンカ絢爛クリス・レインのお絵描き対決、先に2勝した方が勝利だ。1つ目のお題は、おダンスを踊る正則。ダンスを踊る正則、なるほど。さあイメージはできたかな。できた。60秒のお絵描きタイム、はい、スタンドアップ、バンガード、バンガード。さあ描き始めちゃって。おっと、しは大胆に輪郭を取っていったね。そうなんですよね。こういうのはね、絵は大胆にいかないと。おえー、すごい。で、すごい。いや、ダンスだよ。おっとしはこれは一体どのジャンルのダンスを踊らせているんだろうな。残り30秒。え、30秒。残り30秒。意外とゴールじゃなかった。完成して持っていけるか。ここは、はい。
子供たち、君たちはね、もうカメラを完全に塞いでいるんだ。あと10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、手を止めて、はい、いいでしょ、いいでしょ、伏せて、まだいい方でしょ。はい、2人とも書き上がったね。いやした。それじゃ2人が書いた絵を見せてもらおうかな。せーの、ドン。ドン。できました、まさのり。おー、意外と2人とも結構つかめている。ルイに至ってはシャツとネクタイの色までつけて、あとサングラスの縁も金色にちゃんと塗っている。そう、なかなかの観察力と再現度。そして一方トッシーは何のジャンルのダンスだ。これはこれはあれですね、おたげっていうやつですね。おたげしてるまさのり、この世界で一番かっこいいダンスはおたげだと思ってるんで。 なるほど、はい、おちょっとね、気になるところあるんだけど、これ何？これ腹筋っすね。まさのりこのハッピー着てるんですけど、インナーは筋肉っていうね、裸ハッピーですね。でそういうキャラクターじゃないんですけど、ちょっとこうポップに描いてみました。なるほどなるほどなるほど。これはね、正直判定が難しい。でもですよ、やっぱり俺はオタクだから原作再現度にこだわる。おとなるとルイ見事だ。イエーイ。さあ今日1回も勝ててない。いやいやいや、惜しかったよトシ。ダンス感はお前の方が良かったよ。マジですか、うん、ダンス感は躍動感あった。ただルイの再現度は細かいところまで絵にこう映し出そうというところを見て取れる。ルイの再現度の高さが勝利の決め手になった1回戦。後がなくなったトッシー、バンガレルか。2回戦目のお題は、はい、泣いているガブエリウス。泣いているガブ、結構簡単じゃない、うん、これはね、トッシー的には相方だから、相棒だからね。いやそうですね、もう当然かけると思うんだけれども、もちろんもちろん。60秒のお絵描きタイム、スタンドアップバンガード。バンガード。よし、行くぞ。やったれやったれ。どうなるかな。かわいい。かわいい。かわいい。めっちゃ似とるかね。すごい。泣いてるから。おほほほほ、なるほど。今回はだいぶ二人とも方向性が違うから楽しみだな。やっぱね、マッピーがね言ってた原作再現度っていうのをちょっと意識してみようかなと。六、任せて。五、四。3、2、1、終了。この時間では結構できた方だと思いますよ、僕は。うん、それでは2人の絵オープン。スタンドアップバンガード。おー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 、ガブエリウス。おーおー、うまいな、うまいな。やばいね、これはこれはかなり困ったな。2人とも今回は今色まで使ってね。マッフィー見てください、これうん、アニメ第1話の A パートの最後で、うん、おまけってアキナがパンチしてるところなんですよ。そう、やったね。おまけ、海の方に飛んでいくっていう、ぶっ飛ばされる原作のシーンを再現してます。でもね、ルイの方のこの可愛さも捨てがたいんだよね。ガブのこの表情見てよ。確かに愛おしさが湧いてくるし、ポイント高いのはね、羽よ、羽の再現度よ。で、色の塗ってる範囲見て、ほぼほぼ塗れてんのよ。年、はい、足りなかったね、時間。あれ、ルイちゃん、それってアニメで言うとどのシーン再現してる？お大人げね、こっち。いや、それはちょっと考えてなかった。あ、でしょ？俺これね、一応再現してんだよね。いや、でもめっちゃ濡れてるし。お題は泣いてるガブだよ。殴られてるガブじゃない。あ、確かに。おっと、こりゃ一本取られたぞ。確かに。ちょっと、カノンちゃん一回黙ってもらっていい？真剣勝負してるから、一回ちょっと黙っててもらって。これはかなりいい勝負なので、私マッフィーだけでは決められず、ここにいるスタッフ含めて多数決で勝敗を決めることに。ルイの絵が良かった人。はい、いるよね、いるよね。トッシーの絵が良かった人。あれいない、あれいない、あれいない、あれ一人、あれいないよね、一人。うちのマネージャーは手を挙げてくれた。うちのマネージャーが手を挙げてくれた。多数決の結果、
ルイの勝利です。今日は全敗だ。結果、お絵かき対決はルイの勝利。次回もトッシーとファイトするキッズフィーチャー回をお届けするぞ。お楽しみに。カードファイトヴァンガード、時は満ちた。運命を変えるファイトを始めよう。ブースターパック運命対戦、ドレスシークレットレア収録、ウシロード。カードファイトヴァンガード、俺は運命に選ばれた。ゼロに帰れ、ディバインスキル発現。ブースターパック無限総国、ドレスシークレットレア収録、ブシロード。カードファイトヴァンガード、物語のきらめきが集結。行くぞ、超次元合体大勇者。ブースターパック次元跳躍、ウィスポコラボ収録、ブシロード。さて、ここからは今週のバンガッタ出来事のコーナーです。キッズのみんな、学校やお家でバンガッタこと発表してもらうぞ。うん、今日はハルキ。はい、ハルキは何をバンガッタのかな。漢字のテストで100点を取れたことです。おお、すごいね。100点。4年生の最初の本漢字が出てきて、まだ全然覚えられてなかったけど100点が取れた。すごい。4年生で習う漢字ってどんなの？覚えてない。最近習った漢字は？腹。腹？腹ってどの腹？このお腹？ポンポン？月に。ああ、お腹ね。うん、あれ。おお。あれ、感謝の謝。感謝の謝？あれね。私自体習ってないよ。ハルキすごいね。得意ジャンルってわけでもないのに100点。結構100点は取るの。まあ4年生に入って100点は初めてかもしれない。でかい。また次回もキッズたちのバンガッタ出来事を発表してもらうのでお楽しみに。教えてバンガード。今日みんなに教えるのはこれだよ。じゃじゃーん。こういうのがねあるんだけど、いいでしょ。カードファイトにとって必要不可欠なグッズたちなんだけど、今日はその基本のサプライグッズたちを持ってきたから、これからいろいろみんなに教えていくね。じゃあまずはスリーブ。なんかカード入れたりするやつ、傷つけないように。そう、あ、そうそう、みんなね、ファイターはね、あのやっぱカード傷つけたくないしから、こうやって入れるんだよね。やっぱり大事にしてるんだ。あとこうシャッフルする時とか切ったりする時にこれがある方がつるっといってね、シャッフルしやすかったりするんだよね。だから守れるし、シャッフルしやすくなるしっていうのでみんな使ってるね。それにあんまり傷がついちゃうと公式戦で使えなくなっちゃうからね。あ、そうなんですよね。この傷がついてるのが何のカードだって分かるようになっちゃうと反則なんだよ。そう、反則になるから、お気に入りのスリーブをこう二重にしてる人もいたりとか、それだけカードを大切にしてるっていうことなんだよね。続きましてこっち、デッキホルダー。なんかカードとかに入れるやつ、カード保管するやつ。正解、みんな正解。そうだよね。だからね、これも俺もね使ってる。これさ、やっぱこう部屋にこうやって置いといつもさ、いいのよ。そう、うちのテレビの下すごいもん。予想できる。コレクションみたいになって。予想できる。最後これラバーマット。あ、かっこいい。どうやって使うか分かる人。はい、はい、お、何？え、あの、なんかバトルするカードみたいにファイトする時に使う。そう、みんな正解。こうファイトする時に使ったり、こうデッキをこう構築する時とかに、こうやってなんかこうやって並べたりする時とかに使ったりするのかな。うん、他にもデッキをこう整理して入れるストレージボックスだったり、いろんなサプライグッズがあるからカードショップに行ってぜひ見てみてね。さあ、今日のエンジョイバンガロー TV もお別れのお時間です。みんな今日はどうだったかな。楽しかった。やめてください。トッシーがフルボッコにされた。フルボッコだよ。助けてよ、ちひろ。どうにも助けられない敵チームだからな。トッシーのエムセンスすごかった。え、よかったってこと？意外と上手くて。意外とってなんだよ。意外と良かったって。
ガブのやつ、ガブの先生、あのちょっと待ってよ、なんであの時言ってくんなかったんだよでもやっぱルイちゃんは絵うまいわ、うん、負けました。イクヤはやっぱすごいわ、縄跳びすげえわ。二人とも将来が楽しみだね。ということで今日も最後はトシに締めてもらおうかな。はい、みんな次回も一緒にバンガロー、また来週、せーの、ターンエンド。ヴァンガード系バラエティ番組エンジョイバンガロー TV 放送中。スタンドアップヴァンガード。